暴れん坊慶長。それ何なのその。やりましょう。早くやりましょうよ。呼び込みましょう。いいですか。もう気分が乗らない。乗れよ。早く呼べよ。つぶした食堂。いらっしゃいませ。つぶした食堂店長のつぶしたでございます。よろしくお願いします。何してたんですかこのやりとり。何今の不毛な時間。いやいやいや、こんな感じよ。何なんですか山さんの。いや、すごい不毛。きち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 皆さんしてるからさ、はい、いろんな番組やってる人たちは。まあ、YouTube そうですね、はい。そうでしょ。はい、NSC 卒業して花の4期だもんな。あ、一応はい、時計 NSC 4期なんですけど、森三中さんとか、あ、森さんとロバートとか、出てたんですけど、その時に野球を、神様って野球チームがあるんですけど、そこに野球やってる同期、それこそミネとかがいるんですけど、だったら同期で入ったのが最初の出会いですね。当時はね、お金がなくてもユニフォームをどんどん俺が金払って全部出してた、支給してくださってました。で、払える時に少しずつ持ってきなさいみたいなんだったんだけど、はい、なかなか包み下が払わなくて、あと1万円ね、うん、はい、でもういい加減にしろと、もう今日もしこの打席でホームラン打ったらチャラにしてやるって、はい、って言った打席でこいつレフトオーバーの大ホームランランニングホームランな、今でもあの弾道覚えてるもんすげえ打ったんだよ、俺ら。あれ、すごい空気だったんですよ、実は。今の話、だいぶ走りましたけど、うんうん、本当に4枚ユニフォーム代全部スパイクまで入れて、うん、で、3枚払ってて、あと1枚払えなかったんですよ。うんうん、遠藤さんが、ここにこの、遠藤さんがまず怒ったのは、おい、てめえ、住みした頃ら、うんうん。で、お前、言わないせよ、お前、山さんにお前、あと1枚払えよってなって、その、すごい空気になったところ、山さんが、ああ、じゃあいいよと。お前じゃあホームラン打ったらもうチャラでいい、その代わり打てなかったらギバちゃんカットにしろっていう、うん、賭けみたいなのをやってたんですよ。でその次の打席で僕レフトオーバーのバーンって、ものすごいのそれのホームラン打った翌年から跳ねれる扉が始まったんです。そう、そうなんですよ、確かにそうだな、そうなんです、深夜のそれ深夜の跳ねる扉が始まったんですよ。それこそあの時誰だ、近藤君かな、なんか吉本の勢いのいい、うん、誰か若手いないですか紹介できるっつって、出たてだったら堤下だからインパルス、はい、インパルスの堤下うちの野球チーム入ってるし、うん、まあ面白いんじゃないって言ったとこなんだよな。そうです、そっから、そうなんです、そこからなんです、実は新しい波8にね、はい、8ですね、うん、だから22年ですよ、もう山さんと出会って、うん、一番最初に見た芸能人ですから、うん、僕が生でね、生で一番最初に見た芸能人で、うん、これがまたもう一個ちょっと怖いのがあって、当時紹介で行くんですよ、誰かの、ね、神様の入るたびに紹介で行くんですけど、僕も高校野球ちゃんとやってる、うん、で大学もやってたっていう人がまず神様に入れる、うん、基準になるんですけど、うん、トータルテンボスの藤田さんに紹介してもらったんです、うん、で「お前野球やってんだったら来いよ」って言って、うん、その時に藤田さんがね遅刻してきたんですよ、うん、で山さんって僕らのことなんか絶対知らないじゃないですか、うん、で外で立ってて僕ともう一人のやつが、うん、おはようございます、はじめまして堤下ですみたいな、藤田そらそうじゃないですか、紹介してくれる人がいないんだから、で藤田さんそれ来なかったんですよ、うん、一番最初に怒られたんですよ、藤田さんの責任で、うん、俺まだあの件謝られてないんです、藤田さんにむちゃくちゃ怖かったんだから藤田はその時バックレアだったんだ、そうむちゃくちゃ怖かったっすよ、あの時、うん、あとだから、鍋とかがいた頃、あ、そう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 、鍋さんとか、はい、鍋さんとかもいらっしゃいました、うん、鍋はね、庄司さんとかも、庄司だった、はい、やってらっしゃった時ですね、うん、あの頃だって、都の大会とかで3位とかなってましたもんね、そうそうそう、都じゃないよ、東日本、東日本、東日本、むちゃくちゃ強かったんですよ、なるほど、神様、で、僕背番号2番もらったんですよ、ハネルの扉が、ゴールデンになった時に、山さんが1番つけて、あ、で、ユニフォーム代はあったんですけど、おい言ってポンって渡されたのが背番号2番だったんですよ、最初52だよな、はい、そっから安村、とにかく明るい安村が52番欲しいって言って、うん、52番つけたんですよ、うん、で僕が山さんに「ちょっと52番それ僕の背番号じゃないですか」って言ったら「うん、おい」って言って2番用意してくれた、そんな実はそういうなんか熱い思い出もちょっと僕の中ではあったんですけど、今2番別の人つけてるんですよ、島根、そう島根、島根が2番欲しいつけてる勝手に俺の2番あんのに、うん、いやいやいや、まあ軍団山本って結局みんなどういう、なんなんですかって、うん、山本軍団みたいなこと言ったら、うん、違うと、たけし軍団さんはたけしさんがいて軍団員がたくさんいるから、うん、そのたけしさんが軍団を面倒を見る、うん、違う、軍団山本は軍団の方々が私の面倒を見る、うん、っていうことでネーミングしてください、はい、だからもう何があっても山本軍団はとかって言われるけど違うと、軍団山本ですよ、いやだから軍団員、
そうです、僕は。もうだからもうそうなんです。はい、皆さんもう各々頑張って、行ってくださいっていう意味合いで軍団山本という、そうそう、山本が一番下ですよっていう。お誕生日の時も毎年、そっか、昔だってそれこそクイズ番組とか、うん、あの各軍団の、一番ボスの当てられるかみたいなクイズもね、僕出させていただいたりとかして、うん、誕生日行くところ全部知ってるぐらいのやっぱりそうだ、ね、あれですね、はい、だってアメトークの何々芸人って言ってあるじゃないですか、うん、あれの第1回目の放送が軍団山本軍団山本芸人、まあ、なのよ、一番最初が第1話ってアメトークの誰々と どこどこと どこどこみたいなのがあった中でユニット的に始めた第1話が軍団山本芸人、スミスミさん持ってた、あんたスミスさんいないよな出てます、そこなんですよ、だからその時いなかったんですよ、それがね、あの僕本当に一番そこ聞きたいんですけど、僕が、東京に越した時があって、うん、で、跳ねるの扉がまだ深夜だった時に、僕、山本さんにですよ、うん、その野球の終わった後に、お前、車買えって言われたんですよ。えって言って、車買え、いや、でも給料ね、買えって言って、うん、僕、買って、めちゃイケの終わりに迎えに行ったんですよ。うん、全然笑わねえの。こぼすだけ買わしてて。全然笑わねえの。もう絶対ウケると思って車買ったのに。なるほど。借金して、全然笑わねえの、あの時。驚きましたよ、俺。引くでしょ、引くそういう頃もあったな、ありましたよ、で僕テンパーなんですよ、うん、テンパーなんですけど、うん、寿司食べに行くぞって寿司食べて、うん、お前の頭岩のりみてえだなって岩のり乗っけられて僕これ食べてたぞこうやってそんなこともあったんですよ、で笑わねえの全然自分でやっといてわけわかんないでしょ、ツッコミ上手になったな20年を経てツッコむわけですよ、いや本当にその頃はツッコめないかなと思って、こんなのできないですもん、今ですよ、20年を経てそう。ほんの岩のりを突っ込むわけですから、そうやっとですよ、20年ぶりに突っ込みました、だもしゃ、うん、怖い、そう怖いっていうか、もう僕らはその時一番若手だったので、うん、もうほんとボスだったので、もう、まあ、だから山本さんと喋るのも電話来るのもだから電話、これもまたあるんですけど、僕が当時彼女といた時に、うん、僕9月9日誕生日なんですよ、うん、山本さんから電話あったんですよ、うん、何してんだよって、あ、いや今特にまあご飯食べてますけど、うん、怖いって言って誕生日に電話あったから、うん、祝われるのかなと思って、うん、で覚えてるんですよ、背番号とかそういう情報を、うん、で覚えてて行ったら何もないの、ただ浩二富田さんと飲んだだけ何あれ、これ誕生日彼女と言ったの断って言ったのにそれ多分誕生日も忘れてたんだろうなでもこれが全部今やっとるんですよ、初めて2人で同じ画面に映って20年ぶりに全部突っ込めてる、もう本当にだから実は僕めちゃくちゃ嬉しくて、山さんと仕事する時は大体淳さんがいらっしゃったり、はい、脇田さんがいらっしゃったり、庄司さんがいらっしゃったりとか、みんな先輩だ、そう喋れないんですよ、直接山さんと喋れないんですけど、これ直接やっぱり YouTube のおかげで喋れたってのがすごく僕の中でちょっと感慨深いですね、20年ぶりに全部突っ込んでます今と。なるほど、もちろんそうです、まあ変な話、最後の引っ越しのお手伝いももちろん行ってますし、来てる来てる、はい、はい、そういうのもや全部もちろんやらせていただいて、連絡も誕生日の時は必ず連絡させていただいたりとか、大体、はい、ね、だからそうだね、堤下が元旦の一人目の電話だったそうです、あの時報聞いて電話しましたよ、0時0分、もう必ず何年連続堤下1位って言ってたもんみたいな、そう、堤下よくかかってる、時間見て、うん、何かある時は必ず山本さんにまず報告してからなので、うん、はい、だから結婚する時もその山本さんがお休みされてる時期だったんですけど、あのそれこそ肉巻きおにぎり送ってくださったりとか、うん、あのそういうのもずっと気にしてくださったりとかしてて、もう何かあるたびに必ず山本さんにまず報告するっていうのがあれだったんですけど、この YouTube に関してはやっぱりその時の僕ですから、22年前の僕ですから、うん、山本さんにコラボとかこれお願いできるのかなと思ったんですけど、うん、お正月の挨拶の時にぜひコラボやってくださいって言ったら、おいいよって言ってくれたので今日やっとかなった感じですね、はい、わかりました、わかりました、わかりました、ちゃんといいところはいいように使ってください、はい、いや、いいところしか言ってないですよ、そうだから、うん、時々あれなんですよ、はい、編集はないですか、編集というか、はい、バッサリなんか俺がやられてる雰囲気のとこだけ使おうとするからだっていい話もね、ちゃんと使ってくれる、いいって、だから次に、うん、はい、次の週に分けたっていいんだから分けていいですか、いい